塩尻市に住む71歳の米久保永江さん運動をする米久保さんの視線の先にあるのはスマートフォンですこの動画は塩尻市がスマートフォンのアプリ ラインを活用ししてて配信しているものですちょっとコロナで、えー、市でやっている体操教室等も中止になってしまったので、その間に、えー、個人で自宅で運動できる方法っていうのを考えまして、これは、スポーツ庁が行っている、65歳から79歳の体力・運動能力調査の結果。 6分間歩行や状態起こしなど6項目をそれぞれ10点満点で評価した点数の合計です直近の20年では2019年度までは上昇傾向でしたがその後、2021年度までは大きく点数が下がりましたこの結果についてスポーツ庁は新型コロナによって 外出や運動の機会を失ったことなどが原因と大学教授を含む有識者から指摘があったとしていますこうした中、塩尻市では去年4月からコロナ禍でも運動の機会を作ろうと塩尻健康ラインで動画の配信を始めました皆さん運動を始めるきっかけ作りだったり 運動を継続するっていうところが一番かなと思いますのでとにかく簡単に気軽に取り掛かれるっていうところを大切にやっています資格を持つ健康運動指導士が考え5分足らずで簡単にできる運動になっていて毎週水曜日に配信されています鍛える部位ごとの運動やノートレーニングなど様々で 現在およそ600人が利利用用してていいまますす米久保さんはは健康ラインをを去年8月から利用普段は自宅で運動を続けていますこの手軽さが運動の習慣化につながっています。 今年6月に退職してから始めたのが、朝一日30分くらい、あの早朝なんですけど、ウォーキングはしてます。動画で行う運動からウォーキングの継続につながっているといいます。塩尻健康ラインは塩尻市のホームページにある QR コードのほか、LINE で検索して登録することで。 誰でも利用することができます一方松本市安住で開かれたウォーキングイベント参加者たちは景色や会話を楽しみながら歩いていますこうした中一斉に取り出したのはスマートフォン 画面で操作しているのは松本氏が東京の企業と協力して今年5月に公開したスマートフォンアプリめぐり」です市民への運動のきっかけ作りや継続実施を促していることを目的としていますアプリの LINE と位置情報を活用したもので設けられたチェックポイントを巡ることでポイントがたまります5ポイント集めると ギフト券が当たる抽選会に参加できますクオ・カード・ペイが、えー、と当たる可能性が出てくるというところで、えーえー、市民の皆さんにインセンティブが出てくるというところは、非常に、えー、といいメリットかなと考えていますイベントに参加した人たちも、ポイントがたまると、笑みがこぼれます。 確かにね2つになったあ、ね、そういう感じそういう感じ、はい、やった <laughs> あと3つだね <laughs> 参加者たちはその後も歩き続けてポイントを獲得この日はおよそ3キロ歩いて6カ所のチェックポイントを回りました今私すごく楽しかったのであの、ね、紅葉も満喫できましたし ね、気持ちよいこう風に当たりながらあんまりね、こう車でばっかり動いててあの、歩くことが少なかったんですけど、ちょっと楽しくて、よその地区も行って、歩こうかななって気になりましたアプリには、松本市の全35地区のほか、松本町や旧開智学校などの観光地を巡るコースの、合わせて37のコースが用意されていて、 これままでに2100人以上が登録しています。アプリの使い方だけでなくですね歩き方であったり歩く時に意識してほしいところというものも伝達していてですねせっかく歩くのであればそれがさらに運動として効果のあるものになっていければなとスマホアプリを活用して運動のモチベーションアップを楽しく運動習慣を身につけるために 有効な選択肢の一つかもしれません。